ママが印刷してくれたの。へえ、すごい。ここ行ったよね。行った。着座依頼。次は？あ、依頼館じゃない？まずはどこに行ってみようか。最初はこっちから回ろう。まずはここ。よし、行こう。せーの。ここ？ここはスキー場なんだ。名前はパラダ。スキー場の7つのコースは音楽に関するイタリア語の名前が付けられているよ。上級者コースは歌詞を意味するカンタンテ。初心者コースはゆったりを意味するラルゴなんだ。へえ、そうなんだ。私、学校のスキー教室で来たことあるよ。私も来れるの？冬になって4年生になったら行けるのよ。ここは昆虫館。カブトムシドームで珍しいカブトムシが見られるんだよ。へー、あれやりたい。7月までにはここの木とか、葉っぱも全部生えて、とっても綺麗になると思います。まだね、大紫っていうね、日本の国鳥なんだけどね。大紫っていうのはこの中自然に育つ。自然、リモート市役所子ども広報課佐久市のいいとこマップの取り組みが PR アワードアジアパシフィック2024ベストユーズオブコンテンツ部門においてブロンズを受賞しました。佐久市のいいとこマップはこんな感じでパソコンやスマホから遊べるんだよ。佐久市のいいとこマップで検索してみてね。